2021年1月4日、秋葉原某所、前回の福袋が微妙だったのでリベンジに来た。時刻はちょうどお昼頃、秋葉原のお店は開店が遅い。なんか一面にラブライブみたいなキャラが貼られてる。これは新しいラブライブのキャラなのか？もう多すぎてわからない。そしてラジカン前には未だ大量の福袋が見える。多分フィグアかなんかの福袋。そんな中私が向かったのは、東京ラジオデパート。ここのリコスタや最終処分場で福袋が欲しい。そう思って中を覗くと、めっちゃ密です。結構な人が並んでるのを見て退散。仕方ないので浜田で SD カードを購入。この間の福袋で出たカメラに使おう。つくももうオープンしてるけど今回はスルー。この XPG の M だっつーの 1TB は少し惹かれた。火の焼かれを横目にジャングル3号店に行ってみる。しかし福袋はもうなかった。半ば諦めながら歩いていると路上に怪しい露店が、怪しい福袋を売ってた。カピラボン。皆さんどうもこんにちは。カピラボンです。ということで買ってきました。今回の福袋はこちら。秋葉原の路上で売ってた怪しい福袋。今回はこちらを開封していきたいと思いますよ。あ、それと駅に帰りがてらもう一度ラジオデパートを覗いたら、もうガラガラだったのでこちらも買ってきました。リコスタのゴミ袋。こちらはラジオデパート地下のジャンク PC ショップのお品です。マジでゴミ袋って書いて売られてた。さて、こちらはどれほどのゴミが出てくるんでしょうかね。楽しみですねー。さて、まずはどちらから開封しましょうか。どっちも危ない匂いしかしませんが。まあ、楽しみは後にとっておいてまずはゴミ袋から行きましょうか。ではまずはリコスタさんのゴミ袋から。さて、どんなゴミが出てくるか。まず出てきたのは紙。A4 の紙が2枚出てきました。これは中が見えないように入れてたんだろうね。次は、アダプターですね。ロジテックって書いてあるアダプター。なんか全体的に汚ねえな。次は、なんだこれは？ CF って書いてある。中を開けてみるとこんな感じ。あ、これ CF カードのケースか。今となってはあまり見ることないですよね。一応パッキンあるから防水なのかも。では次。これはデスクトップ用のメモリですね。256MB から 1GB のメモリが数枚入ってました。まあ、たまに使うからいいか。次は。あ、これは。サワラさんが入ってました。これといえばあの人。ヤバサクラスター級の福袋動画は伝説。で、これは何に使うんだ？では次。なんかいっぱいついてきたね。まずはアダプターと。なんか切ったねイヤホン。これはゴミを通り越して嫌がらせ。そして PCI のスロットカバー。いらんな。あとは USB ケーブル。期待を裏切らないゴミ加減だぞ。ゴミ袋の名に恥じないものがたくさんです。次は。これもアダプターですね。アダプター多いな。しかもラップが切ったねーな。次はこれだな。なんかケーブル系？ってか中身入ってないマジのゴミ出てきた。さすがだなリコスタさん。あとはこれは DVI のケーブルなのか？プリンターとかのやつか？よくわかんない。さっさと次行きましょう。これはなんだ？あ、DVD プレイヤーですね。7インチの液晶がついたプレイヤーでした。これはこの中では当たりなのか？相変わらずホコリっぽさはあるけど割と状態は良さそう？ピックアップレンズが死んでなければ動きそう。とりあえず安定化電源をつないでスイッチオン。すると電源は入りました。多分スピーカーの音とかは良くないけど使うには問題ないかも。次は。なんか変色したランケーブル。爪折れ曲がってるし。いや、電話線か？では次。次はテンキーですね。ゴミをまとったテンキー。てかテンキー自体もめっちゃ使い古されてる。なんかベタベタした。次。これは PS2 のケーブルですね。昔のマウスやキーボードのケーブル。これは使い道あるね。未使用なのかこれは綺麗。他にもケーブルが出てきたけどあまりにもケーブルばっかだからカット。では次。なんか箱物入ってる。結構大きめな重い箱が出てきました。中を開けてみると。HDD のケースみたいなのが出てきました。セキュリティ用に鍵ついてるやつ。5インチ米につけるには長いから企業用とかなのかな？作りはかなりしっかりした感じですね。金属も使われていて重い。端子は SATA だから今でも使えそう。でも鍵がついてないけどね。そしてお次は、リラックマの SD カードリーダーですね。これは使えるな。あとはもう同じようなケーブルやメモリ、アダプター系しか入ってなかった。さすがだなリコスタ。ゴミ袋の名に恥じないゴミがたくさん入ってました。私、
普段ゴミとかあまり言わないけど、ベタベタしてるし、ホコリっぽいし、ダニいるし。これは間違いなくゴミって言っていいと思う。これは本当に客に優勝でゴミ処分させてる感じだね。昇魂たくましって素敵です。ちゃんとゴミ袋って歌ってるし、これはちょっと楽しかった。結果、リコスタのゴミ袋は、ちゃんとゴミしか入ってない。お次は秋葉原の露店で買った怪しい福袋ですね。こちらも開封していきましょう。これはお値段3000円で小物とかガジェットが入っているようです。中に当たりが入っていたらノートパソコンがもらえるらしい。それでは見ていきましょう。まずは1品目。汚ねえ箱のデジカメですね。箱いらんな。これはキャノンのエクシーデジタル70という商品。相場は500円から2000円の間くらい？まあ、かなり古いデジカメですね。それにしても汚ねえ。ゴミ袋は汚くてもわかるんだけど、秋葉原の中古福袋は汚きゃいけないジレンマでもあるんか？基本汚れているものばっかりだな。動画では綺麗に見えるんだけど汚いよ。電源を入れると。お、動作は問題なさそう。映像も映るし、シャッターも切れる。まあ、これも使えそうだね。この間のデジカメの方がいいけどね。お次はこれ。アスキーアートのステッカーですね。ちょっと可愛いからこれはいいね。結構こういう絵柄は好き。2種類のステッカーが入っていました。お次はこれ。プラスチックタンブラーですね。なんかそこはかとなく使用感があるんですけど、袋にも入ってないタンブラーとか、傷だらけのタンブラーなんか使う人いないっしょ。お次はこれ。3穴の電源タップが入ってました。これは普通に使うからありがたい。ちょうど欲しかったんですよね。次。LANケーブルが入ってました。家電系の福袋には必ずLANケーブルが入ってる説、ありますね。これはカテゴリー6対応みたい。パッケージ的にダイソーかなって思ったけど違った。1メートルは少し短いけど使い道はありますね。お次はこちら。USB ケーブルですね。両面差しできるタイプみたい。便利だけどこのタイプは折れやすいんだよね。基板部分薄くてちょっと怖いやつ。次行きましょう。お、これは、ペン型スパイカメラです。HD って書いてあるから画質は低めだね。多分男性陣は好きなやつ。男心くすぐられますね。多分未使用っぽい。てか、裏面これダメだろ。明らかに盗撮目的みたいやん。浜辺とかプールで使ったら社会的に死ぬやつ。パッケージがあからさますぎる。そんな感じのものが出てきました。では次。これも福袋には大体入ってるな。イヤホンが出てきました。未使用っぽいけどパッケージザラザラ。お次はこちらですね。こちらは車用のマルチ充電器。タイプ C はないけど、マイクロとライトニングはあるからまだ使える。あとは古いアップル製品の充電に重宝しそうですね。でも車でしか使えないのは残念。あとは、USB タイプの充電器が5個も入ってました。ここでは映ってないけどこれ用のケーブルも入ってました。なんか結構でかい充電器ですね。お次はこれ。お、これはいいんじゃないか？体温計が入ってました。非接触タイプですね。開封してみたところ中身は未使用品でした。電池の絶縁テープもついてる。中身も綺麗で良かったです。使ってみたところ体温測定は結構シビア？距離によって前後するので目安程度かな？これは今のご時世には便利かもしれない。あとは小物だけでした。チャイナで安く売ってる分解工具と、よくわからないキャラのアクリルキーホルダー。これはなんてキャラなんだ？そして最後は Wi-Fi ドングル。汽笛がないので使えません。入っていたのはこれで全部。まとめてみるとこんな感じ。この怪しい露店の福袋のまとめ。結果。怪しい露店の福袋は、微妙なものしか入ってなかった。ということで今回は2種類の福袋を開封しました。リコスタのゴミ袋は名前の通りゴミが入ってました。怪しい露店の福袋は当たりが入ってればノートパソコンがもらえるらしいからまあ、妥当なラインなのかな？知らんけど。ということで秋葉原のジャンク福袋は、そんな感じです。汚ねえばっかり言ってごめんなさい。ちょっと汚くて。あとは本命のノートパソコン福袋だけか。なかなか秋葉原の福袋はジャンキーだぞ。ノートパソコンは大丈夫か？